空間そのものを作品化した7つの建築からなるプロジェクト。住屋1998年1997年、直島でも古くから存在する集落の一つである、本村地区に現存していた古民家を改修、改造し、現代美術作品に変えてしまおうという試みで、ベネッセの福武総一郎の考案した直島プロジェクトの一環として、企画、立案、 実行された。本村地区にはおよそ300年ほど前から栄えていた古い街並みが残り、焼きすぎ板たりの黒ずんだ古民家の立ち並ぶ佇まいが独自の風情を醸し出していた。そこに現代美術のネットワークを展開させたものである。プロジェクトには安藤忠雄はじめ、宮島達夫内藤綾杉本博ジェームズ・タレルなどが参加した。 1986年、福武書店社長であった父の旧姓に遭遇した、総一郎は、東京から、岡山の本社へ戻ることになる。大都市から、地方都市岡山へ戻った総一郎は、当初こそその環境の大きな落差に戸惑うが、数ヶ月もしないうちに、東京にいないことの幸せを心底から感じるに至る。総一郎の目には、歴史もなく、 自然も存在しない東京は人間の欠けた都市と移り始めた。岡山への帰郷はその数年後に社名をベネッセに変更するほどに総一郎に大きな影響をもたらせた。何時1999年そうした中で総一郎が手掛けたプロジェクトの一つが直島であった。先代が抱いていた夢の一つに瀬戸内海に浮かぶ小さな島直島に 子供たちのためのキャンプ場を作りたい、という構想があった。医師を引き継いだ総一郎は、建築家、安藤忠夫に出会う。東京の建築家には、最初から依頼する医師はなかった。初対面の居酒屋で、意気統合した二人は、1989年、直島国際キャンプ場をオープンさせる。第二期工事の開始の頃には、総一郎の構想はまとまっていく。それが、 現代美術と自然と歴史の融合であった。1992年には、スイートルームを完備したホテルと美術館を融合させた、ベネッセハウスのミュージアムが完成する。これは、世界でも、例を見ない、珍しい試みであったが、過疎の島に現代美術を置くのも、世界初の出来事であった。アートが主張するのではなく、あくまでも人間が主役であり、アートが、 自然や歴史の持っている良さを引き出すべきとの総一郎のテーゼはやがて1997年のこの家プロジェクトに結実する。長い歴史があるにもかかわらず歴史の痕跡の薄く経済が目的化している日本の文明史観に挑戦したいとの総一郎の思いから始まった企画である。直接のきっかけは直島町役場からの一本の電話である。 本島地区の民家の所有者が家屋を譲りたいが、どうかというものであったが、廃屋利用の可能性の一つとして現代アートとの融合を考えた。2004年には、クロード・モネ、ウォルター・デ・マリア、ジェームズ・タレルの3名の作品を収めた地中美術館が建設される。2010年、犬島の集落に、日常の中の美しい風景や、作品の向こうに広がる。 身近な自然を感じられるようにとのコンセプトのもと、企画展示のギャラリーが開館。F 邸、S 邸、I 邸、A 邸、C 邸の5つのギャラリーと、石職人の家跡に、複数のアーティストの作品が展示公開されている。アーティスティックディレクターに、長谷川優子、建築家に、瀬島和代が抜擢された。長谷川は、犬島の風景を見ながら、 島の各所に点在する作品をめぐる体験を、桃源号をテーマにした一連の物語になぞらえており、ギャラリーは、かつて建っていた民家の瓦屋根や古材に加え、現代的な素材である透明なアクリルをはじめ、周囲の風景を映すアルミニウムなど、足したような素材が使われている。直島屋プロジェクトは、以下の7件の建築を呼び、 それを利用したインスタレーション作品群により構成される。森王神社石橋2006年、2009年後開所は、医者正面2006年住みいアプロジェクトの第一弾。200年ほど経過した家屋を、昭晩、漆喰、本瓦原を使用し復元。山本忠が建築を担当。屋内には、宮島達夫の3つの作品が置かれる。 暗い内部に貼られた、浅池の底からカウンターで発光する LED の、様々な色のおぼろな光が浮かび上がる作品。シー・オブ・タイムからこの作品の制作には、街の人々も参加している。土間の壁には、液晶ガラスに、透明な数字がランダムに変化していく、直島カウンターウィンドウが、さらに蔵の奥には、山水画の上に彩色を施した、イオポ、作品。 チェンジランドスケープがある。汝明治時代まで、汝という寺院が実在していた場所に、安藤忠夫が設計を担当し、新たに建てられた建物。内部のジェームズ・タレルの作品のサイズに合わせ、設計されている。展示作品、ジェームズ・タレル金座地区百数十年の、小さな家屋を屋根、柱などの構造体には手を加えずに、家屋それ自体、 外壁も含め作品化したもの。内部には内藤綾の作品、このことがある。内乱は完全予約制で一名ずつ内部に入り鑑賞する。開館日は金曜日、土曜日、日曜日、祝日のみである。森王神社会を見下ろす高台にある江戸時代から祀られる神社。改築の際に新たな社殿を杉本博が設計。 本殿及び拝殿は、伊勢神宮などの神社建築の初期様式を参考にしているが、作家独自の美意識が反映されている。真っ白な敷石とガラスの階段が特徴的。本殿と石室とは、ガラスの階段で結ばれ、地下と地上とを一体化している。石橋秋春時代に千両で栄えた石橋家、住宅。特に新しく装われることはなく、 家そのものの再建に重点が置かれている。展示作品、千住博建築、空間設計、千住博、秋元武志史五解書この名称は、昔、豪打つ場所として島民が集まっていたことに由来する。須田義弘により、建物全体を作品空間として、制作、復元され、建物内部には、早見御衆の名、名樹。 三椿からヒントを得て創作された作品、椿が展示される。庭には、実物の五色椿が植えられる。2006年の作品。廃車かつて実際に、鹿院県住居であった建物を、大竹新郎が作品化したもの。廃屋的な風情を強調した建物内部には、自由の女神のオマージュ作品などが置かれる。作品名、絶情夢、勃根狙い。 修復監修は、秋元武志氏、本田忠勝。ありがとうございます。